んにちは、みやこです。今日も動画をご覧くださりありがとうございます。今日から4回に分けて味噌汁について取り上げます。味噌汁は日本食には欠かせないものですね。アメリカでは味噌スープと呼ばれ、最近では広く知られています。でも日本食のレストランでしか食べたことがない人は多く、家で自分で作ってみるまでにはなっていないようです。1回目の今日は味噌の効能と味噌の選び方についてお話しします。そして今後の予定では、次回は3種類の出汁の作り方、3回目が3種類の定番味噌汁の作り方、そして4回目が我が家の即席味噌汁と題して、時間がない時でも手軽にすぐにできる味噌汁を紹介します。4回のシリーズを見ていただくと、味噌汁の素晴らしさに始まり、伝統的な味噌汁の作り方から手軽な即席味噌汁の作り方までよくわかりますので、最後までぜひご覧くださいね。あなたがこの動画をきっかけに、お家でも手軽に味噌汁を作れるようになったら嬉しいです。それでは早速、今日のテーマ、味噌の効能と選び方についてお話ししましょう。1日1杯の味噌汁がどんなに体にいいか、日本人なら誰でもどこかで聞いたことがあるでしょう。その味噌汁に使われる調味料、味噌についてお話しします。味噌は中国が起源ですが、日本で改良され、日本の味噌として約1300年の間、日本人の食生活を支えてきた伝統食品です。味噌は大豆、麹、塩を材料とし、酵母や細菌など微生物の力によって発酵、熟成させたものです。特徴としては、腸を健康にする必須アミノ酸が豊富、その他にもビタミン B1、B2、B6、B12、ミネラル、ナトリウム、マンガン、銅、亜鉛が豊富などがあり、味噌は非常に栄養価が高く、腸にも非常にいいことがお分かりいただけると思います。それを踏まえて味噌の効能を考えた場合、容易に理解できることとして、体の消化吸収能力や免疫能力を高めてくれる、味噌の中の微生物が腸内細菌を強化してくれる、腸内環境改善による美肌効果、コレステロール値や血圧を下げるなどが挙げられます。味噌はスーパーフードですね。ただし味噌は塩分が強いので、摂りすぎには注意しましょう。次に味噌の選び方についてお話しします。
ようにお店に行くとたくさんの味噌が並んでいるので選ぶのが大変かと思うかもしれませんが、味噌の選び方は簡単です。味噌のパッケージについているラベルを見て材料を確認するだけです。それでは実際に見てみましょう。アジアンマーケットとオーガニックマーケットで買ってきた味噌です。私が必ずチェックするところはオーガニック、少なくとも遺伝子組み換えの大豆でないもの、そして材料をチェックします。大豆、麹、塩、水はなくてもいいです。続いて日本製の味噌もチェックしてみましょう。オーガニック、無添加、長期熟成、ラベルは必ずチェックしてください。大豆、麹、塩、こちらは日本語のラベルです。試しに他のブランドの味噌を見てみましょう。アルコールや化学調味料、その他知らない名前も書いてあります。これらは添加物です。このように水が最初に書いてあるということは薄めてあるということです。パッケージの表についている宣伝文句などに踊らされないように、また適当にどれでもいいから買うのではなく、ラベルをしっかり見て食べて健康に役立ってくれる味噌を選んでくださいね。ここまでご覧になり、味噌の素晴らしさと味噌の選び方、お分かりいただけましたか？この動画がお役に立てれば嬉しいです。次回は美味しい味噌汁を作る際に欠かせないだし汁の取り方を3種類ご紹介しますので、どうぞお見逃しなく。ではまた次回の動画でお会いしましょう。この番組ではアメリカ在住30年以上になる私が住むフレデリックでの生活や活動の様子を紹介しています。これまでの動画ではフレデリックの街の様子、訪れたレストランやマーケット、飼い猫や家の周りの様子、お気に入りのレシピなどをアップしています。またピアノとヨガを教えていることから、ピアノ曲の動画やヨガ、健康に関する動画も出しています。今後はこれらに加えて私の趣味やお気に入りの映画や本、音楽などについてもお届けしていく予定です。お楽しみに。今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。今日の動画が面白かった、または少しでもお役に立てたら、高評価ボタンを押していただけると励みになりますので、よろしくお願いします。チャンネル登録もしていただけるととても嬉しいです。ご感想、ご質問などもどうぞお気軽にコメント欄へお寄せください。お待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。みやこでした。